カール・オースティン・ワイスは、ルイジアナ州の医者。政治家ヒューイ・ロングを暗殺したと言われている。ルイジアナ州バトンルージュ生まれ。父親は、ババリアからの移民。1925年に、ルイジアナ州立大学で学士を取得。その後、オーストリアのウィーンで、大学院生活を過ごした後、ニューヨーク市の病院に研修生としてくる。1932年には、 ルイジアナメディカルソサイシティの理事になり、1933年にはキワニスクラブの一員になる。1935年9月8日、ギフ、ベンジャミン・ペイリーの性敵であるヒューイ・ロングをルイジアナ集会議事堂で銃撃し、致命傷を負わせる。その際、ロングのボディーガードたちに押射され、62発、被弾して、すぐに射殺された。残された家族のうち、妻と他の家族は、 彼の罪を受け入れたが、ワイスの両親は若き頃の幸せそうな彼の姿から、見て彼が、そのようなことをする人間ではないと思い罪を受け入れなかった。ロングも2日後の9月10日に死去した。三宅明良著、アメリカンファシズム、ロングとローズベルト交談社官、P189T ハリー・ウィリアムズ、ヒューイ・ロング P868、ありがとうございます。